今回は、ミューズトークを使って口パク動画を生成させる方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければ、このような口パク動画を生成する方法を理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。なおこの動画では、Google コラボを利用して解説を進めます。そのためもしも、Google コラボというキーワードがわからない場合は、 詳細を解説している動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成と書かれているボタンをクリックします。もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中から、ファイルを選択して、ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、 名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。メニューの中から、ランタイムを選択して、ランタイムのタイプを変更を選択します。そうすると、ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは、Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレーターは、T4 GPU を選択します。 T4 GPU は無料版の Google コラボでも選択できます。しかし、無料版の場合は、リソースの割り当てが保証されていないため、処理の途中で強制的にコードを終了させられることがあります。そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで、Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。 それでは早速実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして再生ボタンを押します。これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。 再生ボタンを押してから数分程度経つとこのようなリンクが表示されると思います。このリンクをクリックします。そうするとミューズトークの操作画面が表示されます。この画面が表示されたらまず音声ファイルをアップロードします。具体的には操作画面の左上にあるこの部分に音声ファイルをドラッグドロップします。音声ファイルを再生します。こんにちは。 この動画はミューズトークを使って口パクさせています。今回はこのような音声ファイルをアップロードしておきました。音声ファイルをアップロードしたら次に動画ファイルをアップロードします。具体的には操作画面の左下にあるこの部分に動画ファイルをドラッグドロップします。今回はこのような動画ファイルをアップロードしておきました。 通常の動きのある動画ファイルでも問題ないと思いますが、ここでは口の動きをわかりやすくさせたいため、静止画を1秒間表示させているだけの動画にしています。これで、口パク動画を生成するための準備が整いました。それでは早速、動画を生成していきましょう。ジェネレートボタンをクリックします。そうすると、動画の生成が開始されます。動画の生成には、数分程度かかると思います。 しばらく待っていると、このような動画が生成されました。生成された動画を再生します。こんにちは。この動画はミューズトークを使って口パクさせています。期待した通り、音声に合わせて口が動いている動画が生成されました。生成された動画をパソコンに保存するには、右上にあるダウンロードのマークをクリックします。これで、生成された動画がパソコンにダウンロードされます。 今回の解説は以上です。それではまた別の動画で。